大阪市立南波元町小学校大阪市立南波元町小学校は大阪市何枠にある公立小学校在校生や卒業生からは南本、南馬の略称で親しまれている南波の南の一角元町南波元町に立地している都心部に位置する学校のため小規模校となっている算数科での少人数指導国際理解教育 コンピュータを活用した学習、一輪車の指導などに力を入れている。なおコンピュータ活用学習は、開校直後の1980年代から取り組んでいて、大阪市の学校の中では最も早い時期から取り組みを進めている学校の一つでもある。従来の大阪市立南波小学校、大阪市立元町小学校の2校が、都心部のドーナツ化現象による、 児童数減少により統合をし、1985年に同校が開校した。学校敷地は旧大阪市立元町小学校のものを転用している。大阪市での市立小学校の統合は、学生改革による新生小学校発足以降では、南波元町小学校が初めてのケースとなった。本校では南波元町小学校に加えて、 全身校の遠隔についてもまとめて扱う。南波元町小学校は、大阪市立南波小学校、1874年11月15日、創立、大阪市立元町小学校、1906年4月12日創立の二校を、直接的な冒体にしている。明治時代初期に学生が発布されたことに伴い、西成郡南波村2874年、 第3学区第6大区第1小区第6番小学校、西成郡第1区6番小学校が創立した。この時に発足した第6番南波小学校が、後の南波小学校にあたる。南波小学校は開校当初は、南波村大浅南波144番地、現在の何庭区元町2丁目、月公園を使用していた。年には、 南波村大阿座南波座東浦で653番地、現在の何和区南波中3丁目に校舎を移転、西成郡南波神常高等小学校と称した。並行まで同じ場所に校舎があった。1890年1月19日には、村の西部を分離する形で、西成郡西川官位小学校、後南波第二神常小学校、 現在の大阪市立立場小学校が開校している。また1891年には、村の東側を分離する形で、西成郡南波第三神城小学校、後の大阪市河原の国民学校が開校している。南波第三、河原小学校は1891年12月13日に、南波神城小学校か東文校とし南馬村、東区役場を使用して開校し、 1893年に正式に独立している。1887年には、南馬小学校内に布設保育課、幼稚園が併設された。南馬幼稚園は1903年、水流寺、通称、鉄岩寺の一角を購入して、独立園舎を構え、元町幼稚園となった。元町幼稚園は、太平洋戦争の戦局悪化により1945年4月に、 救援し、そのまま廃止となっている。南馬小学校は1893年、南馬第一尋常高等小学校に改称している。その後1897年には、南馬村が大阪市南区に編入された。1906年4月12日、大阪市南馬第四尋常小学校、後の大阪市立元町小学校が開校した。南馬第四。 元町小学校は、南馬第一、南馬小学校より分離する形で開校している。当初は、南馬小学校内に仮校舎を設置していたが、1906年10月に、随流寺の一角や国の敷地を合わせる形で、元町幼稚園に併設する形で、独立校舎を設置して移転した。独立校舎は平行まで、同じ場所にあり、現在の大阪市立南馬元町小学校の、 敷地でもある。南馬村は1897年の大阪市、編入後南区に属し、1925年には分区により、何和区に属した。旧南馬村の区域では、地域人口の増加とそれに伴う就学児童数の増加により、次々と小学校を増設、拡充することになった。1907年には、南馬第一小学校から分離する形で、 大阪市南波第五神城小学校、現在の大阪市立、塩草立場小学校が開校している。1908年には、南波第六小学校、後、大阪市稲荷国民学校が、高等科単独の学校として、稲荷町、現在の何枠稲荷一丁目、市営住宅の場所に設置された。南波第六、 稲荷小学校は開設当初は高等科単独の学校だったが、直後に尋常科単独へと改変されている。南馬第六校の高等科児童は、1909年に南馬第一校の高等科へと編入した。また1908年5月14日には、南馬第一尋常高等小学校より、大阪市南馬第七尋常小学校、後、大阪市桜川国民学校。 現在の何枠桜川三丁目 UR 都市気候住宅を分離している。1921年には、南馬地区の小学校で創立番号順の校名をやめ、学校所在地の地名に基づく名称へと変更することにした。各学校の名称は、南馬、学校所在地の地名の形になった。南馬第一、南馬小学校は、南馬新川神城高等小学校。 南波第四、元町小学校は、南波元町人情小学校へと改称している。また、南波第二は、南波立場、南波第三は、南波河原、南波第五は、南波塩草、南波第六は、南波稲荷、南波第七は、南波桜川へと、それぞれ改称している。1922年9月3日には、南波新川小学校の高等化を分離し、 高等科単独の南馬高等小学校を設置した。南馬高等小学校は、現在の何和区潮草一丁目にあった。1941年には、国民学校令が出され、従来の尋常小学校、高等小学校は、国民学校へと改変された。この際に、南馬地区の各校では、校名についていた南馬の干渉は廃止され、南馬尋常小学校から、 国民学校へと改称した。南波元町尋常小学校は、元町国民学校へと改変された。一方で、南波新川尋常小学校は、所在地の当時の地名、新川町から取った、新川でなく、南波国民学校の名称を採用した。大阪市では1944年秋以降、全市の国民学校を対象に、学童集団疎開が実施された。 疎開先は当時の22行政区画区ごとに指定され、何枠の学校には滋賀県への疎開が割り当てられた。南馬国民学校児童は滋賀県久留本群老、上村、現在の草津市へ集団疎開を実施した。また、元町国民学校児童は滋賀県安国安町、義王村、現在の安市、森山町、現在の森山市へと、 集団疎開を行っている。何枠は太平洋戦争で甚大な空襲被害を受けた。南馬国民学校は1945年3月13日の第1次大阪大空襲で反殖し、また元町国民学校は1945年6月15日の第4次大阪大空襲で反殖している。航空も甚大な被害を受けている。 1945年の終戦直後、地域の人口は戦前、1944年2月と比較して約95%減少した。戦災の影響で、区内では終戦直後に小学校の大幅な統廃合が行われた。1946年4月1日付で、南馬国民学校、塩草国民学校、稲荷国民学校の3校が休校し、 元町国民学校へ統合している。1947年の学生改革により、元町国民学校は大阪市立元町小学校となった。その後地域の復興により、児童数が増加したため、1952年に旧塩草国民学校敷地に塩草文校を設置した。さらに二年後の百五十四年には潮草文校が独立し、 死翼佐小学校として再開校している。また、稲荷国民学校については再開はならず、その後正式に廃校となっている。稲荷国民学校後は、市営住宅になっている。南馬小学校の校舎は休校中、東洋資料の工場に転用された。大阪市は1946年、将来の払い下げを前提に同社に敷地を対応した。 一方で地域の復興で地域住民が増加し、それに伴って就学児童数も増加したことで、元町小学校の設備が強愛となり、学校再開要望が高まった。そのため南波小学校の学校敷地変換を求める要望が地域から出た。1953年8月、旧南波小学校敷地に元町小学校南波文庫を設置することを決定した。 しかし、東洋修行はすぐに立ちのけず、一部教室のみを明け渡す形で、1954年6月15日に3年生、4年生、合わせて5学級の分校、大阪市立元町小学校南波分校として再開した。その後1956年4月1日付で、大阪市立南波小学校として復興している。南波小学校復興の際、 戦前の南馬小学校校区だった何枠元町4丁目5丁目及び東神田町、現在の元町2丁目3丁目については国道26号の横断の交通面を考慮して元町小学校校区へ残る形になった。南馬小学校再開後も東洋始業はしばらく南馬小学校敷地に同居していた。東洋市業は百六十二年までに敷地を 完全変換し、戦災の影響で、廃校、立場小学校に、統合になった、旧あわら国民学校後の払い下げを受けて、移転している。その後都心のドーナツ化により、児童の減少傾向が目立つようになった。そのため、南場、元町に小学校の統合が具体化した。1984年に統合が正式決定した。統合校の校名は、 大阪市立南波元町小学校とすることが1984年5月に正式決定した。制服などの検討が加えられた後、1985年4月1日付で大阪市立南波元町小学校が開校した。南波元町小学校敷地は旧元町小学校のものを転用した。旧南馬小学校跡地は、 1986年8月から1988年3月まで大阪市立南高等学校の校舎建て替え工事に伴う仮校舎として利用された。その後大阪市立何はスポーツセンターが建設されている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。